すっかり秋ですね。ちょっと寒いくらいです。ニュース TV 最新トレンドニュース、今回も話題盛りだくさんでお送りします。まずはこちら。沖縄には9つも世界遺産があるって知ってましたか？本土とは違う文化で石で作られたグスク、ウタキがユニークということで世界遺産となっています。皆さんは何箇所行ったことがありますか？続いてはこちら。なりたい大人になれちゃう学校があるみたいだよ。 KTC 大空高等学院は生徒の未来を描く力を育み、生徒一人一人のなりたい大人になるためにを応援する学校です。内気の性格だったんですけど、前に出て発表することができるようになったりとか、自分の成長を感じました。最後はこちら。テレビ塔をリニューアルしてできた、ゆったりできちゃう素敵なホテル誕生。ザ・タワーホテル名古屋は東海三県の歴史、伝統、文化と自然の恩恵を最大限に生かした衣食住の魅力、ローカライジングを世界に発信する SLH に認定されたホテルです。日本夜景遺産に選ばれた夜景を見ながら美味しいお酒も飲めちゃうみたいだよ。ニュース TV チャンネルには他にも話題動画満載です。チャンネル登録お願いします。